真田信幸だったか。弟の雪村のことが心配でたまらないようだな。雪村は腕輪を持つ者の使命として危険な戦いの先頭を切ってかけ続けている。次の戦もその次の戦もその次の次の戦も、私は兄として何もしてやることができない。それが辛いのです。人にはそれぞれ得意とする領分がある。知性、武勇、軍略、王座の際、向いているものが向いていることを果たせばいい。こたびは私や雪村が腕輪に選ばれた。故に戦いの中心として力を尽くしている。お前にできることは何だ。弟を案じることか。宗妃殿、お前にはお前にしか果たせない役目があるはず。それを考えよう。ならばせめて皆が花と散らぬように、揺るがぬ幹となってあなたたちを支えましょう。うん、それでいい。元近殿、その悠然たる佇まい、流れゆく川のごとし、きらめく髪のうねりは大いなる渦となりて。上等だが、まだ登れるはずだ、帝国。ん？元近殿？俺は知っている。お前が魂の友であるだろうと。だからこそ俺は求める、お前の真の魂を。真の魂？静寂に耳を傾け、時には言葉を忘れろ。落ちてゆけ、区画恐ろしき静寂に。俺はお前の魂をつまらん雑音に売り渡したくはない。元近殿、その静寂にお前だけの、今だけの、ここだけの言葉が生まれる。俺はその言葉をいつか聞きたい、帝王。うん、承知した。友となる者の頼みとあらば力を尽くそう。まさに青天の霹靂であった。アレスの裏切りにより異界の創造主ゼウスは撃たれた。そして突如現れた神オーディンが全世界の支配を宣言する。ゼウスとの和解により乱は収束に向かう。人間のそんな目論みは一瞬で吹き飛んでしまった。オーディンは圧倒的な力を持って人間の前に立ちはだかる。ゼウスとの死闘で力を使い果たした連合軍にもはや抗う術はない。彼らに残された道は撤退のみであった。アースガルズの奴ら、あっという間にわしらを取り囲んじまった。少しでも味方を助けながら進まと。ええ、幸いオーディンは状況を静観しています。急げば何とかなるかもしれません。強大な力があるからこその余裕か。何を考えているか全くわからんな。奴の動向には十分に注意しなければ。オーディン、ついに姿を現したか。身の程を知るがいい。あの者の力、
計り知れぬ。奴やアレスに今挑むのは無謀だ。各地の味方を援護しつつ脱出戦に誘導しよう。秀吉、皆を無事に逃がすために力を貸せ。オーディンと対抗するべくアテナも守ってほしい。お安い御用だ。美人は守っちゃる。おちゃらけとる場合じゃねえわ。私こそ全ての世を滑る存在。こう全てっちゅうことは、この世界も戦界もわしらの住む人間界もが。そう、そのための手段がここに。邪魔をするなら消してくれよ。世話かけて悪いな。敵の勢いが半端なくてよ。ここで命は捨てられぬ。味方と共に引くとしよう。助かったぜ。ゼウスとやり合った後じゃなければな。ジョカドンの言う通り、引くしかないわよ。はい、敵将を討ち取った。それに父の力を奪ったアレス、もはや人の手には負えない。お前たちは早く逃げろ。ふん、強がる。お前の手になら追えるというのか。力を合わせましょう。わかりました。真田の軍略堪能したぞ。こうなっては人も国もない。今は生き延びるため力を合わせましょう。この場を切り抜けるとしよう。船で逃げるなど凡人の考えそうなことだ。この私が燃やし尽くしてやる。炎をまとった怪物だと。船を燃やす気か。早く操っているものを倒さねば。わしが止めてやれ。撤退を邪魔されてはかなわぬ。炎の怪物を吹っ飛ばそうぞ。私が出よう。鋭き氷の刃を受け、選ばれた人間に不可能は。怪物に面白いように従ってくれる。あの男が怪物を操っている。奴を撃てば怪物を止められるはずだ。遅れるな。油断は敵ぞ。慌ててるね。この隙に攻めさせてもらうよ。ほう、こいつは恐れ。わしもこうしてはおれん。よやった、戦もはかどるわ。ロキ殿、あなたの叶えたいことはオーディンの復活、そしてゼウスの死なのですか。なぜそんなものは序の口にする。撃ち取ったり。私の願いはこの先に。力を合わせましょう。わかりました。やられたなと。役立たずが。私の出よう。それでは家計がならんではないか。知るがいい。この私こそ霊災の誉れ高き正式だ。その記憶に刻みつけて。小賢しい。こうなってしまっては船での撤退は難しい。陸路から逃げるとしよう。秀吉、アテナや皆を連れてタイロへ向かうぞ。承知したで。段取りは全てわしがやっちゃる。
みんな急いでこの戦場を離れるんじゃ。こっちのしんがりはわしが受け持つ。もう一方のしんがりは私に任せ。どうかお気をつけください。後ろは任せたぜ秀吉。俺たちは退路を切り開く。サルメが踏ん張っておく。西畑の部で退路を確保してやるわ。わかりました。はぁ、人間を頼るなど情けないが、今は協力するしかあるまい。見上げた野郎だぜお前は。おお、こいつは恐れ入った。わしもこうしてはおれん。これが父上の力。俺は主神になったのだ。正しき秩序で世の全てを支配できる。正しき秩序、父上のやり方ではいけなかったというのか。敵を逃がしたら部門の恥。弁慶、二手に分かれて追撃するぞ。おうよ義経様、あっちの連中は俺がぶっ潰してくるぜ。そう簡単に逃がしてはくれぬか。敵の追撃、この高幸福が防いでやるぜ。さあ相手をせい。打ち取ったり。あっちは思ってる気を取れ。あの頭巾のやつなかなかやりそうじゃねえか。けどよ、こっから先は行かせねえ。オーディンの野郎、やばそうな気配を感じるぜ。オーディンとやら、おかげかみと威圧感が違うよ。人間ども、我が良きならこの俺が直々に消してやる。燃やし尽くせ。はやせっかくだ、私の力を見せてロキ。お前はアレスを演技した。はっ。奴らの相手はしたくなかった。だが一体単に落ち込めれば勝機はある。一人一人囲んで倒してしまおう。見事な戦ぶりだ。命が惜しけりゃ獲物を置いてきな。見事な活躍やのう年。わかりました。槍のまたさを舐めるだけあるわ。ここで遅れは取れねえからな。あんたの暴れっぷりもすげえぜ郊外殿。雪村、お前こそ天下無双だ。まあそれぐらいやってもらわねば困る。やるな勝家、さすがは鬼柴田と呼ばれるだけはあるぜ。てい、この人の怪力こそ見事なもの。私の虜になりたい。今日はもう勘弁してやる。私まで運命がいる。この状況でまだ諦めない。それほど愚かなのか、それかも信念が強い。よくやった。だがお前ならもっとできよう。違うか。私に挑むとは愚か。力の差に絶望するがいい。力を合わせましょう。はい、わかりました。Come on.
まみえた時にはお前も滅ぼそう。私は逃げ切れたが、人間たちは大丈夫なのだろうか。破壊への発望は止められる。奴らに滅びよう。敵将が討ち取ったり。こんな時に破壊神まで現れるとは。しかもあいつ、わしを追って人なんか。果たしては勝負にならん。見事な戦ぶりだ。逆らう相手を間違えたな。その浅はかさ、後悔させてやろう。私が終わらせてやろう。花田の一家、捕らわれ。次に会う時までその命私の虜になりなさい。あなたの一家捕らない。撤退してほしい。よっしゃ、みんなうまく撤退できたようじゃな。あとはわしらが逃げ切るだけだ。我が神通力味わえ。早くこっちに来てくれ。みんなで生き延びるんじゃ。撤退は成功したね。みんなよく頑張ってくれたろう。じゃがオーディンたちの力を思い知った。今後どう戦うか知恵を絞らんとな。なんとか逃げ切れたか。しかし凄まじい力じゃったわ。全ての世を滑るとか言うとったが、やつは一体どうするつもりなんじゃ。それを探りつつ対抗する手段を考える。難しいですが力を尽くすしかないでしょう。かつてわしらはオロチやヨウジャのもたらした絶望的な状況から這い上がった。今回も希望を捨てねばきっとなんとかなる。待て、今回は急を要するゆえに協力したが、お前たちはもうこれ以上オーディンやアレスに関わるな。人間は本来神に守られるべき存在。父が巻き込んでしまったことは心から謝罪する。あとは私に任せておいてくれ。お、何か手があると。それはわしらには戦う力がある。誰かに運命を委ねてただ待つんじゃなく、自ら道を切り開きたいんじゃ。アテナ殿、よければそのために力を貸してもらえないだろうか。わかった。私は女神として人間を見守る義務がある。そしてお前たちを巻き込んだ責任をしばらくは共にやろう。ふむ、責任感が強いのはいいが融通が利かんな。まあいい、お前の力頼みにさせてもらうぞ。
報告。追っ手が凄まじい勢いで迫っています。率いているのは呂布です。ああ、やっぱりそんな気はしてたんだよな。このまま追いつかれそうな予感がするぜ。そうなっては大変です。行軍の速度を上げ、なんとか振り切りましょう。お前たち忍びは偵察を得意とするそうだな。お仕事でやんすね。何なりとを申しつけよう。実は味方との連絡が途絶えたのだ。伝令をやっても戻ってこない。すまぬが様子を見てきてくれないか。お安い御用で、ひとっ走り行ってきやすで。御意。炎章さん、一つ提案があるんですがね。現在お味方に比べて敵の方が強大です。だから先に手を打っておきませんか。なるほど、この私の意向を盾に味方を増やそうというのだな。ま、そんなところです。炎章さんの意向で領地を奪って敵の威勢を削いでやりましょう。なるほど、悪くない策よ。総大将は炎本所が務める。名族にふさわしい立派な戦を見せてやろう。乗りやすいお人だ。ま、今回ばかりは助かりますね。前にもどこかで会ったな。風の話をしたか。あったかな。あいにく覚えていない。ま、覚えてなくても当然だろうな。よくある顔だ。風の話はしたかもしれない。好きなんだ。だから会うやつ会うやつ結構話してる。いい加減なやつ。風を好む。何故だ。さあ、特に理由はない。風が好きって言ってるやつのほとんどはそうだろ。ただ好き、俺にはそれで十分だ。お前も風の話をしたって言うからには風が好きなんだろ。どうしてだ。我は風が好きなのではない。我が混沌の風だ。お互いいい加減だな。観光、お前は軍神の子にふさわしい武芸と類いまれなる才を持っているらしいな。そんなお前と仲間になれて光栄に思う。これからよろしく頼む。ああ、こちらこそ。どうした、ぼーっとしてるみたいだな。熱でもあるのか。いや、少しふらついただけだ。朝から何も食べていなかったせいだろうか。何？そういうことは早く言え。俺の欲しいを分けてやるからな。ありがとう。清正は面倒見がいいんだな。昔から手のかかる奴らが近くにいたからな。これからはさらに一人加わりそうだな。ま、せめて倒れる前に頼ってくれ。ああ、わかった。